こんにちは、モスマンです。アラバム州はバーミンガムのホテルから今日はお送りします。イクイノックスの回なんですけれども、どうもね、僕はちょっと手応えが悪いですよ。自分の中で一着どうかなっていう気がしてきちゃって、なんかやっぱちょっと気になってるところがあるもんだから、それをちょっと僕勝手に喋ってみようと思うんで、イクイノックスさーって思ってる方はもしかしたら共感いただけるかもしれないんで、最後までご覧になっていただけたら幸いです。今キム・テツ調教師のインタビュー動画を見たんですよ。はい、まずその1ですね。何が不安かって言ったら、このインタビュー動画から何の情報も得られないってところがね、これが一番不安なんですよ。何しろね、これ13分13秒って尺取ってる割に何言ってるか分かんないんですよ。この調教師さん、やっぱ僕もね、相性悪い。ブラストワンピースの時から相性悪くて、もう本当ね、僕はその調教師さんとかジョッキーとか、時として教務員さんとかの、まあ、インタビュー動画とかインタビュー記事なんかを読んで、本当のとこどうなんだっていうのを結構ね探るっていう、そういう予想の仕方をしているんですよ。馬見るんじゃなくて人見るっていうね、そういう予想の仕方をしているんですけど、キム・テツ調教師はね、全くわからん。はっきり言って一人で笑って、一人で突っ込んで、一人で完結してるからね、インタビュアーの多分質問ほとんど頭入ってないんじゃないかなっていうような印象なんです。わかんないですよ。まあ調子が良くて相当今自信あるんだろうなっていうことだけはわかりますよ。まあずっと笑ってんだからただね、それ笑ってるんだけども、いや笑ってんだったらいいじゃないとね、ソダシの時の須貝調教師なんかいい例で、ソダシが今回いけそうだなっていう時はもうマスク越しにさ、もうニコニコしてるからすぐ分かるんだよ。ソダシ、あ、来るなって、もう須貝調教師のスマイルチェックでソダシの着順はなんとなく分かるんだよ。だから僕は須貝調教師大好きなの。あ、須貝笑とる笑とるで笑とるで、あ、これは来るわっていうか、すっごい簡単なんだけど、キム・テツ調教師の笑いっていうのはね、ちょっと違うんだよな。須貝さんのとはすごい自信に満ちてるんだけども、なんかね、取り留めもなくてね難しいんだね。相性が悪いってのはそういうことでさね、ちょっと違うかなって感じちゃったんですよね。次に僕がちょっと心配してることね、イクイノックスがやっぱり一番人気だろうし、やっぱり強い馬だなっていうのは、まあ、あの天皇賞秋見て再確認して、いやー、すごい馬だなと思う。まあ、キム・テツ調教師の言葉を借りればね、天才っていう表現を彼がしてるから、なるほどなっていう、まあそうですね、パンサラッサ捉えたあの足っていうのも、3歳であの足繰り出してくるんだからすごいですよね。天才っていう表現もうなずける、すごい馬だなとは思うんですが、天皇賞秋目いっぱい走った組の次走が結構だらしなくないですか。パンサラッサとジャックドールが香港であららっていう競馬しちゃったっていうのもあるし、プリンスはね、シャフリアールはジャパンカップの時に、天皇賞秋はあれはもうトライアル的な要素で使ってるからっていうのを調教師さんがもうぶっちゃけてるんで、そこはまあいいのかな。つまりシャフリに関してはやっぱりジャパンカップが本番だったから、やっぱベラズールとあそこまでの僅差のね勝負やったし、ベラズールは今度京都大賞典からあっこう勝って、じゃあジャパンカップって、まあ狙ってジャパンカップ行ってるしね。その天皇賞秋の1、2、3の2、4がちょっとねだらしないわけですよね。ダノンベルーガも頑張ったけどね、ジャパンカップ彼は頑張った、だいぶ頑張ったけどね、どうかなって。イクイノックス疲れは思ったよりもすぐ取れたっていうコメントも見ましたよ。2週前追い切りの時に、天皇賞秋の後意外と疲れすぐ取れたんだよねっていう、それ読んだ時に、あ、じゃあこれはもう勝たれたかなって思ったぐらいですよ。疲れも取れてるし動きも絶好らしいって、何から何まで全部いいっていう、まあだからこそこんだけ調教さんニコニコしてると思うんですけどね、なんかなーっていう、このなんかなーっていうのが消えないもんだから、どう思います？これ勝たれたら勝たれたら別に、さあやっぱ強いっすねって、もうそれと終わりなんだけど、なんか胸騒ぎがするんですよね。イクイノックス調教絶好の動き、ローテーションもいいし能力もズバ抜けてるし、安城もルメール騎士らしいってね、
もう火の浮き所のないような条件に思える。おそらく一番人気だしね。でも天皇賞秋であのパフォーマンスだったから、じゃあ有馬記念もっていうのは、まあ、それは去年のエフフォーリアそうなんですけども、でも中山のコーナー6回の 2500m でね、彼のパフォーマンスよりも上のパフォーマンスを見せる馬がいれば、どんなに調教動こうが、どんなに乗るかろうが、やっぱり勝てないわけで、僕はやっぱ中山のこの2500っていうコースで、いやこの馬やっぱりいいんじゃないかって、そう今感じてる馬がね一頭いるんですよ。あのボルディの回でも申し上げたんですが、いやこの馬がやっぱもう気になって気になってどうしようもないよっていう馬がねいるんです。あの特にそんな穴馬だかじゃないんですけども、人気してるうちの一頭ですけど、であるがゆえにこの馬がやっぱりもう今回一番怖いんだって、そういう馬がいるんで、結論として今回のこの君鉄調教師のまあ動画見て、あ、まあ相当ご本人には自信があるんだろうなっていうことだけは分かったけども、なんとなく嫌な予感がするっていうのが僕の個人的なまあ見解で、イクイノックスもボルディも上位には来るだろうなと思いつつ、この辺の連中をバサッと一気に消えるだけの馬がねやっぱり僕の中でいて、はい、ということでね、なかなかこのキム・テツ調教師の表情やインタビューからイクイノックスのこの有馬記念におけるね、まあ可能性を感じ取るのは難しかったんですけども、調子がいいのも分かった、ぶっちゃけちょっと距離長くないかとかでちょっとだけ思ってる自分がいるんですよね。大外枠とか外枠引いたらいよいよちょっととか思うんですけど、皆さんどう思いますか？イクイノックス、馬券のまあ検討にはもちろんするんですけども、本命はちょっとやめようかなって思った自分です。はい、イクイノックスに対するねコメントをお待ちしてます。そして、私はこの馬ですっていうのもね、あ、まあそれは僕ちょっと予想動画も今回出そうと思うんで、もしかよかったら皆さんの予想はねそちらにお寄せいただければと思います。今日12月21日、今日は夏至です。あ、じゃあ冬至です。1年で一番夜が長い日ですね。明日から1日30秒とか1分ずつ日が長くなっていくってね、今日からまたあの希望の始まりですね。やっぱり日が長くなっていくっていうのはねやっぱりねこういいですよね。そして、何が言いたいかというと、この夏至の日にですね僕にも一つ希望が見えまして、このチャンネルがですね1万人チャンネル登録者様、ご登録いただきまして大変ありがとうございます。お重の動画この後出します。お重長さんの有馬記念の走りを見て感動して始めたチャンネルなんですけど、お重が引退する今週にね1万人達成できたのは大変なんか感慨深いというか運命を感じというかね、大変嬉しい次第です。そう、あのご視聴いただいている皆様ね、どうも本当にありがとうございます。今週は、有馬記念の後日本時間夜9時から、生配信やろうと思ってますんで、よかったらご参加ください。はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。